はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。では今回は、UFO 秀吉の野望続きをやっていきたいと思います。まあ、秀吉はもうすでにいないので、豊臣がね、この日本を牛耳っている、まあ、そういう状態になります。で今回もですね、前回に続いて、この日本を一刻も早く近代化していこうということで、制度の需要をね中心に、まあ、しっかりと対応していきたいと思っています。ではまずアイヌとかこの辺りも完全に、まあ、征服していきたいなと思いますので、軍を送り込んでいきましょう。で制度の方はですね、まあ、今現在で言うと工場を次狙っているという状態ですね。工場どんどん制度は重要していってコストも下げていこうという段取りになっています。では請求権を捏造していきます。アイヌに対しては、まあ、外交として諜報も一旦解除した上で宣戦の布告を行っていきましょう。まあ、一瞬で撃破ができるとは思います。そうか、ここもあれだね、もうすっかり忘れ気味ですが、陸軍の維持費をマックスに上げておかないといけないよね、本来戦争が起きるのであれば。でアイヌの兵を蹴散らしていきましょう。まあ、アイヌと我々の間の国力差というのはね、とんでもないものがあると思うので、まあ、ここは一気にね撃破していきましょう。アイヌの方の軍事技術が13ですね。ここ13と出てますが、まあ、我々の方は16まで来てますからね、このまま一気に平らげていきましょう。本当は徳川もね、食ってしまいたいんですが、まあ、徳川がまあ残念ながらというか、なんというか、諜報網は構築してるんですが、請求権の捏造にまで行ってないんですよね。ではこのまま、AI の方は平らげていきます。で、最終目標である、大陸進出の方なんですが、まあ、モンゴルと海戦をやっぱりしていきたいんですけど、モンゴルがね、ちょっとどこまで手出しできるものかというところなんですよね。まあ、仮に今モンゴルと戦端を開いた場合、味方になってくれる国がいないっていうのがね、ちょっと痛いところなんですよね。さあ、アイヌは滅ぼしにかかりましょう。もうこれで、アイヌという、その国がなくなる。中核化もしちゃいます。あとはね、お金をひたすら貯めて、制度の需要を進めていきます。雇用もしっかりやっていきたいところではあるんですけどね。なんといっても、お金を今、マストで貯めなきゃいけない状況なんで、ここはちょっと我慢ですかね。で、この後なんだよね。今、家信豊臣が、まあ、この日本の統領と
まあ、位置づけなんですけど、この次が結構厳しいんだよね。この次が何と言っても、伏見の豊臣さんが、統治が1、外交が1、軍事が3っていうね。これはなかなかひどいよな。なので、顧問を入れてブーストをかかるんであれば入れていきたいところなんですが、まあ、お金も欲しいし、ちょっと悩ましいとこかな。では、ちょっと時間を進めていきます。では世界貿易のですね、制度需要ができそうなので、この制度需要を先に、やっていこうかというふうに思います。これ商人も一人増えた上に技術もいきなりアップデート可能ですね。ガレアスもいけるし、トーチもいける。OK だ。ちょっと船も強化していきたいかな。この感じだとね。で、ここまで来ると、いよいよ、じゃあ、モンゴルとの海戦を視野に入れていきたいので、海政助直とですね、まず、同盟を結びました。なので、今仮にモンゴルと海戦した場合、なんですが、順が味方になってくれて、敵側には、西なのか、西なのか、まあ、そこが味方になります。という状況で圧倒的に有利に戦いが進められそうなので、モンゴルとの海戦準備に入っていこうと思います。すでに朝鮮の方に軍は2万5千渡っているので、この2万5千をうまく使っていきたいんですが、モンゴル、ご覧の通りむちゃくちゃでかい。もっともっと同盟国が欲しいよな。関係改善を置くとく、この辺りはガシガシと。で、家康なき徳川家も潰しておきたいところなんですが、請求権の捏造がまだできないんだよね。できればもう請求権を捏造して、潰して、日本を一つの国家としてプロイセン。ドイツだね。これで何が起きるかというと、1821年までの間、海軍の用品が 50% 変動、うん。ガラスの価格が 15%。家畜も 10%。まあ全体的に物価が上がりそうな内容ですかね。技術の方は、統治技術が今12、外交技術が14、軍事技術が16になっています。一方、モンゴルはというと、軍事技術が14。で、まあ我々のが一歩上を行っているという状況ではあるものの、油断は許さないというところですかね。では、各国に対して軍事通行権を要求していきましょう。ちょっと待って、豊臣が揺れている。出たー。正当性失うか、維新失うか。まあ、ここはどっちでもいいかな。軍事通行権はすでに保持しているようであれば、そうだねー。モンゴルと改善しますか。この大きさだからね。モンゴルは。モンゴルになっちゃうね。カザフがあって、フランスとかも21とか。いや、全然、格が違うな、本当に。いやー、マジで格が違う。ロシアとかまで、ロシアとカザフスタンでもだいぶ
差がありますね。ペルシア、インド。いやー、一番遅れてるのはやっぱアジアが。タイですら、さらに上行ってるからね。軍事技術18。タイ。いや、これは厳しい戦いになるぞ。モンゴルが14なのが救いなので、やっぱりモンゴルを食って、どん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 金も貯めて、軍事技術も貯めて、列強入りを果たせるぐらいの軍事力を持つ必要がありそうですね。まあ、その上でも日本の統一は悲願なんですが、請求権の捏造を、それはそれで進めておきましょう。で、今回課題にしていた、制度なんですが、活版印刷が全然来ないね。工場に関しては、もうお金が貯まれば需要可能だと思います。活版印刷がちょっと全然来ないね。啓蒙思想もまだまだ来ない。OK だ。では、モンゴルとの海戦を行っていきます。外交官が戻るのを待って、おっと、参戦要求。出たー。先に戦争仕掛けられたか。まあ、ここは一旦守りを固めましょう。我々としては先を越されちゃったからね。モンゴル西ウーザン、この辺りが敵だね。まあ、ジューンが入ってる分圧倒的に有利なのかな。あっという間にモンゴルを駆逐してるもんな。ここは我々も軍を動かしますか。じゃあモンゴル軍がどこにいるのか分かんないけどね。実際問題、みんなして食い漁るっていうね。モンゴル軍はどこにいるんだろうな。モンゴル軍の主力部隊との戦いがね、どっかであってもいいのかなとは思うんですけど。ペルシア軍がいる。28,000。このペルシア軍とまともにぶつかっても勝ち目はないからな。政治危機、安定度を失う、正当性25なんかまだマシだな。さあ、我々のこのモンゴルへの侵攻作戦。悪くない感じで進んでるようには思うんですけどね。何？フサヒトさんが死んだ。フサヒトが死んだとなると後継者がいないわけだな。59歳だからもうちょっと長生きしてくれないと。後継者不足というか後継者がいない状態で豊臣秀吉が潰れちゃうな。こんな奥地までよく進行してきたね。
モンゴルとしては軍がどこにもいないのかな。ちょっとモンゴル軍との戦闘という意味だとなかなかそういう状態になってないですね。アイヌで内戦が起きているので、これを制しに行きます。国内の方はしっかりと反乱軍を討伐しておきましょう。よもやここで負けるはないでしょう。あるな。あるぞ。大丈夫か。危なかったね。反乱軍は鎮圧したので、モンゴル領侵攻作戦、これを継続します。モンゴル軍いるじゃん。ここでモンゴル軍一戦、撃破しましょう。モンゴル自体は軍の数は多くはないんだね。こうやって見ると。とても少ないと言える感じかな。で、モンゴルと勝手に徐直が停戦したね。こういうのあるからね。せっかく骨を折ったのに。ただ次我々がモンゴルとね戦争を開く番。まあ、ただ停戦合意がされてるので、この停戦合意が解けるまでは回線ができないという状態だな。はい。ではちょっとこのままお金を貯め続けるフェーズに入ると思うので、時間を進めていきます。で、新たに領に対して宣戦布告ができるのか。ただ順と職が敵に回った上に我々よりも軍事技術が高い、これは無理だな。まあ、ただモンゴルはね、我々が開戦してればおそらく潰すこともできたであろうという、まあその一端はお見せすることができたと思うので、まあゲームの進め方としては間違ってはなさそうですかね。ああ、後継者いないんだよな。で、誰が後継者になるか。いやー、後継者やっぱ豊臣でやるべきだよな。鍋島さんがだって次の後継者になるんでしょ。それはない。あくまでも次の後継者は我が豊臣の一族でなくてはならない。吉光さんですね。335、まあ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 って感じかな。0歳だからね、今。で、純との戦争になっても勝ち目ないよな。さて、困ったね。
新しい技術に投資可能で、これで軍事技術のアップデートができるね。よし、我々も17に上ろう。統治技術も13にアップデート。よし、いろんなところでいろんなアップデートができてきてるのはありがたいかな。騎兵をアップデートしましょう。 OK だ。これで軍事技術は寮に並んだね。チョコレートの牛乳。国家不穏度は下げたくないので、一旦重商主義を採用しましょう。で、金溜まってるはずなので、工場がそろそろ来てほしいかな。工場ね。ただまだもうちょっとかかりそうな感じかな。モンゴルとの停戦期限が1693年、13年後。ここまでに、いかに軍事技術をアップデート、することができるかというところですかね。いや、本当にモンゴルとの戦争では、勝利の道筋を見ることができたからね。おっと、来たよ。制度の需要。工場を需要します。これで、技術のペナルティというか、ボーナスがさらに入って、いけるね。ここに来て一気に、いや、やっぱり制度の需要最重要項目でしたね。本当に教えてもらって助かったわ。で、一応薩摩で反乱が起きているんで、これの討伐を一応行っておきましょう。よしよし、なんか全体的に流れが良くなってきてるので、この後はもう今すぐ採用できるものはない。活版印刷が全然来ないんで、啓蒙思想も全然生まれですらしない状況。ということを考えると、しばらくは技術のアップデートに力を入れていきましょうか。あとお金を貯めて悲願の工場。このあたりですかね。で、船もアップデートができるようになっているし、まあ、いろいろプラスアルファの要素が出てきているので、この先はモンゴルとの海戦、まあ、十数年後になりますが、そこに備えて、まあ、軍事技術のアップデートをね、しっかりとやっていきたいというふうに思います。では、今回はちょっと短めですが、ここまでにさせていただきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。